長尾村は、かつて、千葉県安房郡に存在した村。1889年町村制施行に伴い、編成され、昭和の大合併により隣接する白浜城と合併して廃止された。2013年現在の南房総市南部に位置する、安房郡最南端の村であった。1926年時点の長尾村は、東に白浜村、西に富崎村、 北に豊房村と隣接し、南は太平洋に面していた。南房総市に合併される前の旧白浜町の西部に位置し、現在の南房総市南部に位置している。西に根本、東に滝口の大あざに分かれている。1926年時点では、行政上、根本、砂取本郷、東西川岸も横投げさのロックに区分していた。 滝口の東側に長尾川が流れている。安房運域の町村静止工事の町村一、北条町2、立山町三、豊津村四、西三崎村五、富崎村六、長尾村七、豊房村八、神戸村九、立野村十、九十村十一、稲、津村、平群、21、なぎ原村、後名子町、十二。 船形村23、八塚村24、富浦村25、岩江村26、勝山村27、安田村28、佐久間村29、へぐり村30、滝田村31、国府村、朝日比郡四41、白浜村42、七浦村43、朝日村、の地倉ら町、 44、ケンタ村45、千歳村46、豊田村47、丸村48、北三原村49、南三原村50、和田村51、恵美村、長佐六61、太見村62、大仙村63、吉尾村64、雪村、後月村、65、田原村66、鴨川町67、ソロ村68、 西条村 69, 東条村 70, 天津村 71, 港村、後小港町、現在の行政区画赤、立山市も、鴨川市紫、南房総市代々、巨南町江戸時代の滝口村、根本村は、幕府領、旗本領、諸藩領として移り変わり、領主は一定しなかった。明治維新後、一時、宮谷県知事、 芝山文平の支配下に置かれたが、明治元年に滝口村は、本田忠ただ一つの違法地となり、根本村は、明治二年に、立山藩領となった。明治元年7月、新政府の措置により駿河国田中藩から、安保国へ領地を移された本田氏は、軍事的な見地から滝口村に陣屋を築いて、藩長を置くこととし、長尾藩が開かれた。 ただし陣屋は建設中に台風によって倒壊し、滝口村が実際に藩行政の中心地となることはなかった。藩長が北条村に移転した後も藩名は長尾藩のままであった。明治4年7月の廃藩地県により、長尾藩領の滝口村は長尾県に、立山藩領の根本村は立山県にそれぞれ所属することとなったが、両県とも同年11月に、 木更津県に編入されて消滅した。1873年に木更津県は千葉県に統合される。大工商区制の下では千葉県第一大工第一商区に編成され、市運時に商区取扱所が置かれた。1874年、根本村に根本小学校、滝口村に滝口小学校が設立されている。 1878年に軍区町村編成法が施行された際、根本村と滝口村が連合し、滝口村根本村連合古町役場を自差に置いた。1884年に古町役場の管轄変更が行われた際、この連合に上余村も加わり、自、長子市の民家で古町役場事務を取ることした。1888年3月には、 地元住民によって長尾川に長尾橋が架橋されている。石像三連アーチのこの橋は、メガネ橋の愛称で呼ばれ、長尾川の水害や関東大震災に耐えて現存し、1989年に千葉県の指定有形文化財建造物となっている。1889年、町村制の施行により滝口村、根本村が合併して、長尾村が発足した。村名は、 滝口村を流れる長尾川が著名であるとして取られている。1911年には長尾高等小学校が設立された。1917年には長尾川の洪水に見舞われている。1923年には関東大震災により小学校2校が全壊するなど村内でも被害が出た。第二次世界大戦後の1947年。 新生の長尾中学校が設立された。1954年、昭和の大合併に伴い、東に隣接する白浜町と合併して新たな白浜町が発足し、長尾村は廃止された。1888年に記された文豪取調べ文書によれば、漁業と農業が主産業であった。1926年の安保軍史によれば、農産物中では、 寒渉栽培が盛んであり、果樹栽培も近代発達しているという。普遍の最大のものは海藻類であり、特にカジメと意思決明を挙げている。長尾の名は、1971年に根本小学校と滝口小学校を合併して設立された白浜町立町美小学校に名残を留めていた。しかし、南房総市発足後の2011年3月に、 私立長尾小学校は廃校となった。ありがとうございます。